なんで工業に入ったんですか？ああ、まず話したことないっけ。なんで工業高校に入ったかというと、むつには将来の夢が声優なんですけど、演技をして生きていきたいの。声優、そうだね、役者になりたくて、で、まあその将来を考えた時に、例えば、まあすごく厳しい世界じゃないですか、声優って。あ、なんか真面目な話になっちゃうんですけど、ってなった時に、まあ祭りのその地元が愛知県で割と工業地帯なんですよ。なので手に職をつけるためには商業高校か工業高校どっちか悩んだんだけど、まあ愛知県だし工業地帯だから工業高校に行っておけばまあ間違いないかなってやつです。資格だけ取っておこうみたいなだから工業高校を選びましたね。あとはあれだね、普通に中学の時とか割と物作ったりさ、その技術の授業が好きだったからっていうのもあるかな。運動神経はゴミです。だからね、運動神経っていうか、ま、実技でも得意なんだよ。実技は運動神経関係ないか。授業でさ、実技の授業があるわけよ。配線したりするのね。1年生だからまだまだやれること少ないからあれなんだけど、電工ナイフでこう、まずいっちゃん早いからな、マジで。クラスの男の子がいるんだけど、40人くらいいるわけよ、約ね。40人くらいおって、で祭りが女子1人なの。だからまあ正確な人数は言わないけど、まあ、39人男の子で祭りが1人女の子なの。その中でもう実技の授業一番なんだよ。それがね、自慢モテたの。全然モテない。マジであんまり友達もいないっていうかもう男の子ばっかりだからってのはあるんだけど、女扱いもされないし、でも変わった子が多いから授業中に AV 見始める子がいるのすごい女の人の声が聞こえるのよ、授業中に振り返るとそういう動画を見てたりとか、まず治安がすごく悪いうん、とか、11月11日の11時11分になったら授業中でもポッキー食べ始めるとか、イエーイポッキーデイって言って立ち上がってポッキー食べ始める子とか、あと美術の授業で油絵の具使う時に油絵の具食べてるとか、まあそういう学校そういう学校です。で、学校の先生はいい人だけど、この前ってか結構前だけど、メロンブックスから出てきてたよ、先生がうわ気まずいと思って、祭りの方気づいてなかったから祭りは見ないふりした。メロブから出てきて何買ったんだろうと思って、何を買ったんですかって思ったけど見ないであげた。うん